そろそろ起きるか。ああ、頼む。お前のオムレツは絶品だからな。今日は俺も時間がある。何か手伝わせてくれ。いつもお前に頼んでばかりだから、せめてものお詫びだ。先にキッチンに行って待ってる。ゆっくり支度してこい。だが、また失敗したら。まず卵を割って、菜箸で溶きほっ。やはり失敗してしまった。それは俺でも作れる料理なのか。わかった。では教えてくれ。すごいな。なるほど。料理は時に戦いだな。お前が切った材料だ。いいものに仕上げないとな。それに、お前にまずいものを食わせるわけにはいかない。待て、火が通るとはどういう状態のことだ？透き通る？玉ねぎがか？お前も味見してみるか。ほら、口を開け。俺は炒めただけだが、自分の手がこれだけ加わったものを誰かに食べさせるのは初めてだな。やはりうまいな。お前が材料を切ったからか。